オルゴル日本デマンのメイングインだ。今日の裏話ということでですね、まあ、今日マグロの目玉をだるまにガッて入れたわけだけど、まあね、あの白いホワイトボードにいろいろこう俺の大好きな YouTuber を書いてったわけだけどね、まあ、一番好きなのは PDR だね。やっぱ同じコメディアンとして完膚なきまで潰すって意味で、あいつだけは合格させないというね、俺のライバル心がすごいむき出しになった映像ですね。まあ、何が思ってライバルなのかって言ったら、やっぱあれですよ。ちょっと羨ましいよね。こう、二人でなんか、男女でこう、やってるじゃないですか。こう時々。羨ましいよね。うちはだってあれだもん、こう、女人禁制ですからね。硬派なコメディとしてメグイン TV はこうやってるわけですけど、やっぱ PDR さん羨ましいよね。 PDR さんというかあえて PDR って言わせてもらいますけど、いいよねああいうの。俺もコンビニの店員やってたからよくわかるけど、大変だったよねコンビニの店員。お釣りを、こう深夜のバイトやってて、お釣りをこう渡すじゃないですか、こう。はい、じゃあ、368円のお返しでーすって。あんまりに眠すぎて、はい、368円のぐーって言ったことある。みんなもね、やればわかると思うけど、コンビニの店員はマジ大変だから。深夜だと思って暇だと思うでしょ？忙しいから。ほんと俺はね、客商売に向いてなかった。以上です。